お昼になりました。尾形大作です。本日もよろしくお願いします。はい、さあやっとねこのセブンイレブンの焼き飯が買うことができました。だいぶ前に視聴者さんからねおすすめいただいてたんですけども、ラーメン屋さんの焼き飯ということでめっちゃうまそうで、まあちょっとこれだけじゃ足りないかなと思って唐揚げ棒買いました。もう本当ね、スーパーでね、本当は買いたいんですけど、いつも言うんですけど、スーパーのないんですよ、通りに。あの、現場までの通り道にね。でも結局コンビニで買うようになってしまうんですけども、まあしょうがない。ほんで今日はね、あれ、月に一度の au pay のポイントが付与される日だったんで、まあ昨日だったかな、付与されたのが。はい。1000円ぐらい付与されてたんでね。贅沢しました。au pay で買いました。はい。チャーハンに、唐揚げ棒のお肉が2個乗っております。はい、いただきます。美味しそう。しっとりしてます、しっとり。あ、もうちょっとシンプルかな、ラーメン屋さんのチャーハンは。あ、でもうまい。あ、肉もうまい。あ、おいしい。でもラーメン屋さんで出てきそうなチャーハンではあるね。ラーメン屋さんのチャーハンって玉ねぎ入ってますっけ。なんかネギと卵とチャーシューぐらいのイメージがあるんですけど、あ、うまい。してます。唐揚げもまたうまい。これがラーメン買おうと思ったんですけど、ちょっと値が張りすぎてしまうので。唐揚げ棒にしました。これ意外と量入っとるな。見た目はちょっとね、あ、少ないかな、足りないかなと思ったんですけど、チャーハンってほんとシンプルだったらシンプルなほどうまいよね。焼き飯か、チャーハンと焼き飯ってどう違うんだろう。あんまりないな、もう。あっ、今日暑いですね。
ラスト。あかん、鼻水が。すぎる。だいぶ温めとったんで、おばちゃんレンジで。ちょっとやりすぎじゃんこれ。ベロが。亀田史郎さんのベロが欲しい。あの人すごいですよね。少々扱ろうが平気で食べますよね。町の中華屋さんのあの番組 YouTube チャンネル、あれ永遠と見とけれますよね。チャーハン作ったりね、ラーメン湯がいて器に入れたり、満腹にはならんかったけど腹7分目ぐらいかな。うん、美味しかったです。十分この後もうすぐ手積みなんですけど、現場入って、はい、今ここはね西条町時計のセブンイレブンにいます。ティッシュ持ってきました家から。ということで、本日、あれ、偉い、なんかこれ、まあ、顔が、うん、大丈夫？レントゲン写真みたいになってる、大丈夫？はい。はい、ということで、本日はセブンイレブンの、ラーメン屋さんの焼き飯という、非常に美味しい焼き飯をいただきました。そして、唐揚げ棒。こちらも安定のうまさでした。はい、ごちそうさまでした。これさ、上海ソシュート汽車に乗り